2019年7月。はい、じゃあ乾杯。G2 全国ボートレース甲子園を PR する動画で対談を行った3人。山で死んではいけない遭難マニュアルっていうなんかマニアックな本読んでたんですよ。何お前山やんのって言われて。山をやる、はい、山やるって言いますね。山をやる、山やるって言います、はい、大分の九十山という山があって行きたところがあったんで、よかったら一緒に行く、はいはい、そしたら2秒後ぐらいに行きますって来たんですよ。こいつ面白いなと思って。じゃあもう初登山で一気にもうあれあの2泊3日でもう一気にバーンなんて、はい、そっでもうガーンっすね。バーンって。えで、すぐ付き合った。そうですね、もうもはやほぼそれ付き合って、ほぼそれなかった。ボートレース浜名湖って日本で唯一8段階のチルトを使っていい場なんです。で全部ってことですか。マイナス 0.5、0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、8段階いる？いや2.5 とか浜名湖にしか 2.5 ってないから、ないね、やってみようよ。6号艇で優勝戦乗ったら 2.5 でいきましょう。優勝戦、あーなるほどね。いやでも1号艇とかで乗りそうじゃん。やりましょう。 2.5 でいきましょう。その代わり伸びなくても知らない、ウイスさんが悪いから。え、いいんですか、カラルさん。いや僕はもう逆にダッシュだったらやりますよ。ダッシュだったら 2.5、 4頃だったら優勝戦乗る1か8かの 2.5 にするってなったら、やっぱ前に試さないと。試運転バンバンしますよ。 2.5 は試運転してたら分かります。分かりますよ。ウィーンで2秒ぐらいずっと起こした瞬間にウィーン絡まっちゃうじゃん。あの優勝戦乗ったら最終日大体微調整しかしないんですよ。うん、うん、で 2.5 にしたら多分朝から乗りまくって、もうその時点で分かりますよ。あいつ何回乗ってんの、優勝戦乗ってんのに今日えらい試運転してるから。そんなやつ見なくても試運転写真がにウィーンって選ぶ。好評につき第2弾やっちゃいます。今回は2020年1月28日からボートレース浜名湖で開催される G1 浜名湖賞開設66周年記念の PR 動画として再びあの3人が集まった。今回はですね、またしてもこのお二人をお招きしました。ハフパフ、ハフパフ、菊池康平選手と萱原由紀選手です。お願いします。パフパフ、お願いします。さあお二人をお招きしてですね、2020年1月の末から2月の2日にかけて行われます G1 浜名湖賞についてのお話をいろいろと伺いたいんですが、なんとですね、今2019年のグランプリが終わった当日の深夜でございます。酔ってます。酔ってます。で、いろいろ大丈夫ですか？あ、大丈夫。酔ってますか？酔ってます。酔ってますね。まあ、まずはグランプリの振り返りから聞きたいんですね。はいはい。で、なぜいるんですか？いや、疲れましたね、今日まで。2日目にトライアルの12レース、インから逃げた直後に、まあ、負傷のため帰郷されました、はい、川原選手が、はい、すいません、はい、それは僕言っていいですか、はい、なぜ川原、まあの名誉のために言いますけど、川原が転覆しました、はい、ぶち当たって、でその日はやっぱ気持ちも入ってるし、はい、大丈夫走れますと。で次の日の朝起きたらもう体バキバキで肉離れみたいになってたんです、うんうん、だからあの当日委員会逃げましたって言ったのね、うん、だけどあれははっきり言ってもう満身創痍、試運転もできない状態で体バキバキで足は動かない、だけど意地で逃げてきた。それを今から本人に聞くところなの。いや本人が言うとそうですね、ちょっと、うん、伝わりづらいじゃない。あそれを萱原くんが言った後にフォローするところ。じゃあ撮り直しますしませんけど、もうだいぶ気持ちいいの分かってますよ。それはそうです、グランプリが終わって、まあ、10時ぐらいにはね管理会場に多分なりますよね、はいはい、10時前には、はいはい、で僕がここに到着したのがもう12時回ってますんで、はいはい、一番お酒飲みたい時間がね、うん、ちょっと待ち時間になっちゃってたんで、うん、もう先に召し上がってください、うん、とは言ったんですけど、まあこんなに慣れとは言ってないんで
ちょっとびっくりしました、ね、いやいや散々飲んでベロベロで来てくださいって言われたんで、喋れる程度にって僕は言ってました。それもしてもう眠いぐらいで任せてください。そこは僕はフォローしますんでどうします、お酒飲みながら喋ってもらいましょう。もちろん、はい、今回番組の収録にご協力いただいたのは大阪難波にある海鮮山鮮番町ジェムズ難波店。新鮮な海鮮と厳選された黒毛和牛が炭火焼きで楽しめるお店です。あ、すみません、ありがとうございます。見に来た。じゃあどうしますか。じゃあ僕一回ジンジャーハイボールもらおうかな。ジンジャーハイボール、はい、ブラックラガー。あ、じゃあジントニック、はい。あ、これをじゃあ置いといてもらおうかな。電話鳴ってるし。もしもし。収録中にもかかわらず電話に出る菊池選手。はい、集合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 。この一本の電話からとんでもない展開に。待った方がいいと思います。あ、回しますか。待ってますか。まあまあ、回した方がいいですね。逆におもろいと思います。回してきましょう。俺らも分かる人が来る。はい、分かる人が来る。あ、分かる人が来る、はい、じゃあもう集合していいですか。はい、大丈夫です。いいですか。大丈夫です。にぎやかに行きましょう。一人ですか。あの、見れば分かります。違う、人数、人数いっぱい、はい、いっぱいいっぱい来るの。たくさん。本当に、うん、あげていきましょう。もう今日はだから僕らがいかに普段どういう人付き合いをしているかっていうのを見てほしい。そう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 。普段どんだけ僕らがバリッと。浜田子さん、100万円追加してください。うーわ、ういちと申します。ナイスー。もう一回見て。ういちと申します。あ、松井でいきます。すいません。よろしくお願いします。ほな、ちょっと正気を呼びます。えぐい。いやいやいや、松井でいきます。いやいやいや、正気を。よー、正気を。ミニオン取ったよ。おめでとう。いや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 、これ盛り上がるでしょ。盛り上がるけど言ってない言ってない言ってない。俺、来た人の分全部俺が払うって言っちゃった。言うな。言いました。ごちそうさまです。イエーイ。すごいよ。なんとやってきたのはグランプリを制したばかりの石野選手をはじめとした超有名選手の方々。さあ、というわけで急遽ゲストが10倍ぐらいに増えたところでですね、お酒をみんなで飲んで楽しくやろうという回に変わってしまいました。以前ですね、まあ、あの浜名湖走られるお二人にお話を聞いたのが好評だったということで、浜名湖さんの方からまたお二人をお招きして、来年の2月2日まで行われる G1 浜名湖賞の知ってます、知ってます。はい、ご存知です。走られますか。存じ上げてます。存じ上げてます。なんでこんなことなってるんですか。知りませんよ。僕らも知らない。だからそれを今説明する。はい、はい、なるほど。G1 浜名湖賞に向けて。さすが芸人。芸人じゃないですよ。ライター。パチプロライターなんで。ごめんごめんごめん。マジさん、終わりませんよ。浜名湖賞。終わりません。聞けよ、おい。乾いた、乾いた。お酒来ないのかな。ツバじゃん、ツバじゃん。お酒出るまでちょっと時間かかるからね。待ってね。お酒出る前にちょっと説明だけ。説明だけ。全然すごい。いや、それで最初にね、まあ、お酒の準備とか食べ物の準備とかもあるだろうから、何人ぐらい来るかだけ教えてねって言ったら、坪井だけは連れていくかもしれませんっていうふうに、まあ、菊池さんはおっしゃってた。だから、ああ、分かりましたと。で、いやいや、もう分かっといでって言った時に、何人来るのって言ったら、俺の人脈甘く見ないでください。
言ったからちょっと行きたい行きたい行きたい舐めんなよって俺がそこで思ったのはこれ徳松さんも来るパターンかなって思って見てたらそんなもんじゃねえぞと4、5、6人ぐらいか最初にいきなり見えたのが松井さんだったんでおかしいぞこれはやばいな思うよなでもう皆さんいらっしゃったんでもう収集がつかないなと思ってびっくりしたという感じでございます菊池、はい、お前の人脈はすごいの可愛がってもらってありがとうございます皆様のおかげです友達がちょっとだけ多いだけよちょっとだけちょっとだけやねさあスパークリングワインを頼んだ方は誰が開けるじゃあ全員でしょ全員で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 ツボちゃんツボちゃんそれなポン言わせたら絶対あかんねんであ知ってますあ知ってるシャンパンって言うたらもう絶対ポン言わせたらあかん大分かってる瞬間一気これグラス不要になりますかあポンはそうそうもうグラスはいらんはいそれ礼儀やからな礼儀スカシッピシュの意見ですよ大阪ではもう大体言いますよね大体言いますよね大体言いますよねもうここずっとあっアウトアウト余裕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 はいはいあ、これで飲めってこと？これで飲むから。飲みますけど。誰にお祝いしてもらう？ほらもう商業行っちゃう？行け。まあちょっと。自分が。ああじゃあ商業な。自分ですよ。じゃあやっぱ松井さんに。十。いや。でもでも。まあウイウイチみたいな。浜中から。浜中のあれなんで。あ、徳ちゃんに。浜中。今年も皆さん本当にお疲れ様でございました。この中で一番頑張った石野くんが今日優勝されました。本当にいい年で締めくくったと思います。ということで来年も皆さん頑張りましょう。おめでとう。乾杯。地元に対してはなんかいるんちゃうの？愛ですか？今なんかその番組ちゃうのこれって？そこに愛はあるのか？あるんか？ありまえないか。愛しかない。愛しかない。愛をカメラに向かって。愛が一番愛フル。愛フルリタって。愛フル。YouTube。さあでは。せっかく来ていただきましたが、いろいろとあのカメラの都合もありますんで、順番にお話を伺わせていただきたいと思います。賞金聞いちゃう？まずは賞金王ですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ一番の山場は昨日でしたかね。ですかね。かっこよかった。ありがとうございます。いやもう昨日やな。あれはやっぱもう一幕に行く予定だったんですか予定というかそれしかないと思ったただね、はい、幕って勝ったところで、はい、1号艇転がり込んでくるとは思わなかったすいません一言言うてもいいです、はい、1号艇転がり込んでくるとは限らへんが、ね、沈めへんかったら1号艇はないわけそういうことですそれはもうあなただけの間違いなんああそうかそうか沈めに行くのは大前提でレーサーしましょう、うん、あなるほどなるほど、はい、それは愛して宇島選手をはいはいはいこいつがこいつは一等取れへんかったら相手はないわけよ、うん、はいはいはい、はい、って思ったらたらればじゃないねとりあえずまず行かなきゃいけないんだ、ね、自分がだからそれを間違えてる宇島並みもそうやったしで石野が取ってるから宇島も焦る焦るああなるほど全然間違えてんねん
はい、ほんまのこと言うてんやろ。だから全部間違えてんの。ただ気をつけてください、はい、一応浜名湖さんのチェックは入りますが、アウトとセーフはみんな分かってるんで。最悪だって元の一部構成で済むじゃん。そう最悪の。ああ30分じゃないから。そうそうそう。バッテリーだけ使うだけで。まあ、徳松さんには後で大村のドカ遅れの話聞くんで。これ裏話ある。裏話ある。あれはどうするの？名古屋でした。ね、そしたら泣くで。サンサン。どういうこと、どういうこと、なんかドカ遅れしたの？これはもう裏話しました。なんでドカ、ね、なんでドカ遅れしたの、ほんなら。グランプリ組の。あの時は、ちょっと言うて言うて言うて俺。あの、スタテンで、まず0-2のフライングしたんですよ。その時点で僕、自分の勘が信じられなくなったんですよ。本番は何分やったの？本番？大体。30ぐらいでもな、徳ちゃんな、大村やろ、うん、だってこの後な、賞金王あると思ったらやっぱそんなスタートいけるって話。いや、それは僕も頭に入ってたんですよ、うん、ただ、ただね、うん、この2人ですよ、うん、グランプリ組が1号艇、2号艇、3号艇、うん、もうこの並びでいたわけですよ、うんうんうん、ちなみに意見ですか。ほんなら、ちょっとほんなら聞くわ、意見聞くわ、うん、俺が全部答えたるから、一般のファンの意見として聞いてください、うんうん、僕の考えですよ。そこまで無茶はしないだろうけど、きっちり着は取りに行くだろうと。着は取りに行く、はい、と思ったんです、うん、で、最終的に 1-3 にめちゃくちゃ金入れたんですけど。めちゃめちゃなんぼ入れた。めちゃめちゃの金額教えて。ほんならあと20万です。うまま入れたな。いや、今ちょっと引いたわ。リーバ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 、うん、ギャンブラーや、うん、リーバリーバ。それでね、僕の中でスタテンでフライングしたんですよ、はい、プラス0-2、はい、でしかも全速で行ってる0-2だったら修正が効くんですよ。はあはあはあ。けどあの時のスタテンは起こしてからあっって通ったんですよ。こうやってわけわかんない感じで0-2なんだ。じゃあだからもうその時点でもう分かんないんだ。時間自信がなかったんです本当に。けどじゃあ1個食べない。いや俺はじゃあね、俺スタートなんていうのは水もんやからな、うん、行きたいって思っとっても行かれへん時もあるし、行かれへんと思ってても行ってしまう時もある。これがなレースやねん。間違って決まっちゃう時もあんのよ。これが1年間のトータルの成果がどうかっていうのはあんねん。で、それはすごくよく分かるんですけど、ただ金をかけてるこっち側としては、そう一流のプロが2球ってみたいな。だから100回に1回の失敗をしたんですよ。さあ、トムちゃん、トムちゃん、トムちゃん、100回に1回はちゃう。ちゃう。それポテト。それポテト。違うの？いやだから100回に1回の失敗をしたんですよ。人間だったんですよ、僕。人間だもの。謝ってほしいとか。頑張りますでもやっぱ一番尊敬する先輩たちぐらいやろ、はい、みんな先輩後輩やから、みんなも尊敬するとこいっぱいあるから。僕もありますよ。あるもん、ツボちゃん最高。全然そうは思います。最後グランプリ残ることになる。リセットしかない。何が勝負？ほんとね、悲しいけど悔しいけど、ありがとうございます。それはね、もうそこまで言わないです。あの2級がどういう事情があったかわからないけど、
結果としてグランプリでゴリゴリいって最終的に F 切るとこまでいったわけじゃないですか。人間なんていうのは失敗が当たり前やん。だからスタートっていうのは水物やねん。俺はずっと言うてん、スタートって水物やねん。俺らコンピューターちゃうから、いろんな石から起こしてそしたら失敗もあるって。それが人間、それが勝負やねん。グランプリ F 切ったところで一番感動しました。あ、そうなんですか。あー、ここでやっぱ全力で行きたかったんだなみたいな。いや、全力とかそんなんじゃなくて、ただ自分の意地だけっすよ。スタート、いや、スタートじゃなくて、あの予選最終6層目、はいはい、うん、1等取ればまだ1号艇の目がある。まあ無事故完走でもまあ順位は乗れるけど、これ今年はグランプリスタートだよ。グランプリひょっとしたら1億円を走る相談するレースを走る権利のあった人だよっていう、ただその意地だけ。いや、でもなんかこんだけやっぱ攻めた結果がまあ F だったなっていう風にしか思わなかったですね。攻めたのかよくわかんないけど、ただ攻めてもない。やっぱりそこはね、ファイトで言ってるだけなんで、攻めてはないんですよ。いつも通りなんですよ。意地だけで言ってる。そうやな、いつも通りなんですよ。俺らから見てて、そんな攻めてるなんて思ってないよ。あ、トウちゃんはプライドであそこは勝負いってるなって思ってるだけで、だからその表現の違いですよ。あ、まあまあそうやね。そうやね。そうそうそう、まあ確かにそうやね。そこいつも通りのレースをしたんだよ。確かに確かにそう。でも俺石野好きなんだよ。ありがとうございます。俺は嫌いな後輩ナンバーワンだけどね。何言ってんの。俺嫌いな後輩ナンバーワン。何言ってんの。あ、もういやいや、生意気だし。この間のクソみたいな写真。それはやめろ。これは YouTube でも流されへんよ。俺写真じゃん。その動画もやる。その動画もやる。あの時のとかね。あの、その動画ちょっと生意気だったら俺全部出すから、これ。あの、SNS で。この動画ほんまにやばい。なんなら SNS であげますよ。この動画ほんまやばいっす。いや、ダービーの後、あの岡山駅の目の前で、ほんまに大概で、大概やったっすよ、ほんと。いや、ほんとにあの、彼はね、マシな方やね。彼はね、あの、世に出しちゃいけないのがいっぱいあるぐらい、もうほんとカスなんで。カスってやばい、ポンコツって言うの。ああ、そう、ポンコツ。まとまらんでしょ。頑張って。これはもう適当で頑張って。これはもう腕よね。それはもう全員に DVD 欲しいな。焼いて欲しいな、全員に。YouTube で見れますから。いや、俺らそういうのできへんから。いやいや、YouTube は見れるでしょ。見られへんから。いやいや、YouTube 見たことないですか。あるでしょ。あの、ギガが制限かかるやん。あの、いや、その Wi-Fi 使ってください。Wi-Fi 駅行って、新大阪行って駅で Wi-Fi 繋いで、家でやったら。でもだって、ウイジさんがみんな連れてきて二次会の流れで行ってたから、それはウイジさんが悪いよね。でもやっぱこんなメンバー集まることないから。ないですね。ないで。まあまあまあ、ここの人脈というより、ここの人脈。行きますか。このもう嫌いな、あの一緒のレースになったら実力以上が絶対出る。負け、いつも負けで。負けすぎない。バカ。場が荒れすぎて収まりがつかないので一旦仕切ります。ボートレース浜名湖には、はい、24畳中ただ一つ存在するものが、エチゴセイだ。そこは違う。あいつお前吹っ飛ばした方がいい。吹っ飛ばした方がいい。イエーイ。もう一回行こう。もう一回行こう。問題、テレン。ボートレース浜名湖には24畳中ただ一畳のみ存在するボートのセッティングの何かがございます。ああ、はいはいはい。知ってる。早かった。賞金を。シルト 2.5。正解。オーケー。レロレロレロ。違う違う違う。違う違う。これ違う違う。みんなみんな。ガチで当てに行った人。関西のくせにあのガチで成立させなあかん言うたから。ボートは切れがあっても。やらせって言うんやけど、はい、ガチで
当てに行った人ここにいます。恥ずかしい。じゃあ、漫才人はボケるじゃん。石野めっちゃキモい。それで関西で生きていけるの、はず、はず。ちなみに石野選手が正解されたチルト 2.5 が浜名湖にのみ存在するというのは皆さんご存知でしたか？全然知らない。あ、知らない。興味がないです。あ、チルトに、2.5 に正解なの。正解です。ボートのフェンダーやろ。ねえ、違う。正解。正解。正解。そっちも正解。正解。ユカが正解やで。ほんまに。正解。正解。正解。引いてお前を言う。あった。あった。そうや。インコースでな。ちょっと、施工者さんが知らない。施工者さんが知らないって言ってる。LSよ、ほんま。フェンダー。ユカさん、初日。一層目一着、二層目一号艇。展示回って、あ、引いたの？回った瞬間に、めっちゃ出たのね。セッションして、決勝。俺恨んでるからね。でも俺はあのイベントに行って応援しとったよ。お前のことを。ゆか頑張れよって言われたけど、俺頑張られへんで。ゆかは、俺だから言うて、大丈夫か言うじゃん、あの時に。ゆか大丈夫かって。大丈夫じゃないから僕ねボートの上に立って球場で早く来い。早く来い。もうペラもうウィーン言うとんねん。あのね、実はその以前浜名湖の G1 がある時に、あの萱原選手と菊池選手にお話を伺って、でその YouTube の放送の中で萱原選手は。優勝戦に乗って外側四五郎になったら 2.5 行きますわと言ってくれたんですよ。ああ、カヤ行っとったもんな、この間。で、ちょっとこっから萱原君に聞きたいんですが、 2.5 行きますわって言って、はい、あれはものすごいそのファンの間でも話題になってなってましたね。ところがあなた何度にしました？3っすね。なんで？いやいや、2.5。俺はさ、いや違う、俺はさ、ね、浜名湖にしか存在しないチルトを 2.5 使ったんすよ。 2.5 と使ったんすけど、あの 2.5 と、じゃあ回らなかったでしょ。 2.5 も3も言うた変わらないよな。 2.5 度じゃあもうあんな意味ないもん。全然回らない。何、下ちゃんが、この間ね、下ちゃんがこの前 2.5 そう、下根選手がやったんですよ。まくった、ね、うん、2.5 度じゃその時はもう回転が全然足らなかった。足らなかったんや、はい、だからもう3ぐらいいかないとダメだなと思って 2.5 度で行ったら 2.5 度で普通にウィーンって言うじゃないですか。あれね、ウィーン言わないんですよ。言わない、ウーンって起きるんですよ。ほう、だからもう止めすぎ、あかんやん。 でしょ、はい、なウィーンって言えば言うほど伸びるって聞いてたから。ちょっと待って、そんな噂話みたいなのやったの？師匠かも。でも師匠が、師匠が、師匠やもんな。あの下出たくやつ。ああこの間 2.5 してなかった。同期なんです。同期は 2.5 で負けてたもんね。 2.5 のはもうこんぐらいだったらいけるよぐらいの感じで聞いてたんで、2.5 と師匠が言って、まあ、このぐらい、このぐらい、ウィーン。師匠みたいなこと言うな、お前。2.5 は、ウィーンってこう、泣けば泣くほど出るから、出たら、こういうのは泣かないと。ウィーン、もう、最初、ウィーンぐらいで、ウォーンって起きるんですよ。ブオって起きるんですよね。だから、あ、これじゃダメだと思って、サンドに跳ねて、やっとウィーンなんですけど、もう全然跳ねてないけどな。行ってもうてるからな。そっからこれは行ってないからな。こんなにないんじゃないから。ちょんですけど、あれ何度ぐらいからもう離れは諦めるんですか？ 0.5 だな。 0.5 でもう泣くんですか？泣く。 0.5 しもちゃんはマイナスで泣くよ。しもちゃんはマイナスでも泣く。泣いてるな。しもちゃんは何度でも泣くんですよ。ちょっとおしっこ。あ、どうぞどうぞ。おしっこ、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 おしっこ。本当はですね、なぜグランプリ前に日焼けサロンに行ったんだとか、そういう話をすごく聞きたかったんですけども、予想外にたくさんの方がいらしてくれて、どれだかが、そうなので、こっからは浜名湖賞についてお伺いしたいと思います。ギュッと、はい、とりあえず前半はここまで。
北西が吹くのか北が吹くのかね。北西と北、浜名湖ね。言っていいですかこれ。あ、言っていいの？覚えてるの？西がちょっとでも入れば、はい、が吹くんです。西風がこういう風で、これ言っていいんすか。いいよ、それ見た人だけど、見た人だけど特権やから、うん。後半は G1 浜名湖賞についてレーサーが教える裏情報満載、お楽しみに。